ジス、誰も知らないジジイ、イカレタコスケです。なんじゃ若いのは。なんじゃ。というわけでちょっと説明していこう。このウォッチドッグスレギオン、なんと、その辺にいる人たちを誰でも仲間にできてしまう。そして自分のプレイヤーキャラクターにできてしまうんですけども、なんと、そのキャラクターの特徴というのは、コピーではなく、完璧にそのキャラクターの特徴をつかんだキャラクターとなります。例えばこのおじいさん。ちゃんとね、クエスト任務でクリアした仲間にするんですけども、このおじいさん、走れません。走れないし、高いところに登るのにめっちゃ時間かかります。でもそんなおじいさんでも仲間にすることができます。あ、どっこいしょ。あ、どっこいしょ。遅い。遅いな。高いとこから飛び降りるとき、あ、腰に来る。あ、危ない。危ないな、これ。よっか、これ、生かした車じゃな。どっこいしょ。よし、よし、よし、よし。あ、どっこいしょ。あ、どっこいしょ。危ない、危ない、危ない。危ない、おじいちゃん、危ない、危ない、危ない。というわけで、私はね、このね、あの、デッドなんたらというチームのね、あの、お年寄りを、老人会を作ろうと思いましてね、やっぱね、老後が寂しいものでね、同じような年齢のね、あのね、レディや、ボーイをね、仲間にしようと思いますよ。というわけで、ちょっと探そうと思います。いや、もう若いのにこの町任せてられんわ。綺麗な姉ちゃんじゃのうわ。さあ、さておくとして、ん?お、そこにお前背中が寂しいじいさんがいますね。おい、あんた、思ったより若いじゃないか、あんた。なんだ、あんた。ホームレス。物乞いか。ダメだぞ。若いうちから、そんな背筋丸めて歩いたら、物乞いでもお前、しっかりとお前、胸張って歩かんと。聞いとるか?あかんな。ほんと、最近の若者はな。あそこにいる、あ、ピチピチのギャルの、白髪のピチピチのギャルのな、俺、露天商か。ちょっと若すぎるかな。若すぎるかの。ちょ、でも声かけてみるか。採用試験開始。老人会どうじゃ。でもすごいでしょ。これだって適当に捕まえたおじいさんと適当に捕まえたおばあさんだけど、名前があって会話があるんだよ。これすごいよね。これだけでね、面白い。最近だと龍が如くでのスジモンっていうやつあったけど、あれと近いですね。ああ、ファイルを回収してきたら、ちょっとわしのこのナンパ術成功というわけか。ここちょっと、力を見せんとな、ジジイのな。とりあえずどこ行くんじゃ。悪態をついていくな、わしはな。じゃあちょっとこの誰のかわからんが、このバイクを若かりし頃思い出すな。ちなみに免許は持っとらんがな。さあ行ってみよう。あの黄色いところに行けばいいんじゃな。さあ行くぞ。見てくれ、このかっこいい姿を。おお、まだまだわしも捨てたもんじゃなかろうて。バイクには自動運転という怠けたスキルはついていないんでな。わしがこうやって自ら運転していくという、そういった老人いじめですな。バイクにもつけてほしい。あとできれば無免許でも乗れるようにしてほしい。さておくとして、このバイク強いな。電柱弾き飛ばしたぞ。いや、昨今の若者もこれぐらいの気概を見せてほしい。歩いてるだけで電柱を吹き飛ばす。まあ見かけたらすぐに警察に通報するが、まあそういった慈善事業もね、わしの仕事のうちだから。まあ、さておくとして、あの黄色いところに行かなきゃならんのじゃが、この辺の道どこだったかの?わしの家どこだったかの?わしの家どこじゃ?そういえば。わし路上で捕まったけど、わしどこに住んでるかよくわからんかったの。ちなみにこのじいさんを捕まえるときは、このじいさんなんかあの、妄言ばっか吐いてるかと思ったら、本気で、なんか悪の組織の、なんだっけ、あの犯人に仕立て上げられそうになってたよ。まあ、そういうわしのプライベートの話は別としてな。さあ、ここじゃミッション自体たくさんあるみたいだからの。この辺で降りてみるか。
これミッションこなしながらも他のな、じいさんを、ナンパできるが、じいさんがじいさんをナンパするのはちょっとそれはボーイズラブになってしまうからな。あ、入ってしもた。まあいいだろう。とりあえず、あ、出てきた。びっくりした。ここか。こっから入れるかな。随分と怪しいとこじゃが、安心せえ。この魔法のスマートフォンがあればな、わしにできんことはないんじゃ。さあ、覆面をかぶって、これで顔がバレんな。これで誰もわしだと思うまい。お前、ジジイに手を挙げるのか。ジジイ。ビンタ。ジジイビンタ。ジジイ。感電。ジジイビンタ。ちょっとジジイ相手これ。ジジイ感電。ジジイパンチ。ジジイパンチ。ジジイビンタ。あかん。お前、あ、まずいぞ。ここで老人を殴るのはまずい。やってもうたな。あいつ。人生棒に振ったぞ。覆面をしているとはいえ、ハゲのジジイを殴る。腰が、さっきのパンチで腰が。奴はもう許しておけん。許しておけんが、なんじゃあの、あそこに、よく見たら、わしの30年後の姿がナイフに刺されとるの、かっこええの。まあさておくとして、このじいさん隠れるというスキルが使えない。隠れるができんからの、もうセルフ隠れじゃ。ピピ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 ジジーフリーズ。決まったの。完璧に決まった。まだおるか。まだおるな。大丈夫、バレてない。陽動はまだ使えんか。エレン・サハ、ケレン・クランケリの幹部だそうじゃ。お前にはこのジジイ見つけることはできん。ジジイフリーズ。決まったの。これか。そういえば、もらった雲使えばこんなの簡単にインタラクトできたんじゃがの。まあ、ここはな、まだまだ虫けらに仕事を頼むほど老いぼれてはおらんちゅうわけじゃ。まだかの。わしの昼飯より遅いぞ。お？トイレが近くなってきっと催してきたの。どっかトイレはないか。トイレはないか。あ、どっか便所はないのか。便所はないか。なさそうじゃの。まあ、おむつしとったわ。オッケー。あ、なんじゃ、死体を見つける?な、座標送ってくれ。まだ仕事終わっとらんのか。じゃ、また行くか。ちょっと腰曲げたら立てなくなっちもうた。よいしょ。あれは?お姉さん。違う。腰が、ちょ、いっぱい来たの。お前、あっ、ジジパンチ、ジジフリーズ、ちょっと、お姉さんがいっぱい、ちょ、モテモテになったかな。いかん。老人は大切にせねばあかん。いかんよ。よいしょ。閉める。閉まらん。ちょっと待つって、待て。あ、ケツを叩くな。ケツを叩くでないよ。あかんよ。ちょっと腰がシャキッとしたわ。やっぱ若い子に腰を叩いてもらうと、シャキッとするもんじゃの、男はな。これやっぱりわしがまだ男である証拠じゃ。閉めとこう。戸締まりは大事だからな。どこじゃっけ、あの黄色いところか。いや、便利な時代になったのこれ。あれ、ナビゲートなかったらもう絶対つかんからな。先に天国に着いてしまうからの。思ったより遠いな。これガソリン大丈夫か。これガソリンで動いてるんかな。昨今の二輪車。おい、無事着きました。
I'm here. Correction, you're almost there. The exact coordinates point to a spot on the. なんかさっきの場所と違くないか。屋根の上？お前本気で言っとるんか。どうやらのここが肝じゃの。屋根の上にな。さっきのばあさんおったわ。なんで下で持っててくれんのかわからんかの。ここにおるんじゃが、わしがおそらくここに直接行かなきゃいけないんじゃよ。そのためにはな、ここのドアを開けなきゃいかんのじゃよ。でもな、この赤いラインが伝わっている先がここということは、じゃあここにわしが直接行くか。でもこんな高いところにわし行けるわけないので、雲を送り込むしかないんじゃな。とうとう虫けらに頼る時が来ちまったよ。じゃあというわけで、ちょっと頑張ってみようと思います。雲を投げることができるんでね、どっからか投げ入れて行こうかなと思うんじゃが、 あそこに雲置いてあるの。回収。この上からね、行けると思ったらこっから行けんかったんじゃ。どうにかして、この雲は、これで運べんか。これ、こう近くにこうやって置いて、近くにこうやって置いて、戻す。止まっとるの。この上にポイッと。あ、どっか行った！これを、ハイジャックして、乗せる。あ、乗らんか。あ、乗るか。押さえ込むように乗ったの。乗ったらこのハイジャックを切って、お前蹴るじゃない、そこ。蹴るんじゃないよ。下をハイジャック。あ、ダメじゃの。あ、よくできとんの。上に上がらん。パワーが足りん。よくできてるもんじゃ。仕方がないので、これ拾って、ちょちょちょふんじじなめるな。うわ、というわけで、とりあえずちょっと投げ入れるところを探してみるわ。ここじゃな。中は最初にちょっとね、荒らしたんじゃがの、中からはな、全然いけんかったんじゃ。なんでここじゃの。ここのあの中に、あ、いけそうな雰囲気が、お、いったか。あ、降りてき、使えん雲じゃな。人にぶつかったと何するんじゃ、お前は。ダメじゃぞ。人にぶつかったらまず謝る。高さが足りんの。あれじゃ、あれ、こっち来い。こっち来い。自分で運転した方が早いわ。あ、これわしの車でね、たまにね、こうやってね、暴走しちゃうんでね、しょうがないね。わしが運転するしかない。これに乗ると。そういうことやな。これに乗って、ここに止めると。で、さらにここに乗ると。完璧じゃの。どっこいしょ。そして、はい、ぽい。いけるか、あれ。あそこ乗ったの。あ、いけそうじゃ。あらじいちゃん、やったよ、孫。これで通ったと。チェック、一応チェックしとかんとな。途中で止まってる可能性があるからの。よし。そしたらこれで中に入れるわけじゃな。いや、完璧じゃ。陽動じゃないんだな。開かないんだけど。いや、ハイテク機器ようわからんの。はい、これで中に入れましたよと。これ中に入って、ここからチャイムを鳴らすのかな。
回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ